どうも、エル歌舞伎のエル上田です。はい、どうも、デロリアン林です。ということでね、はい、ちょっと久々にこのコーナー行こうかなと思ってるんですよね。何？2020年3月14日に発表された、うん、第13回、うん、恋人にしたい女性有名人ランキングということでね。うわすごいですね。2020年は、はい、3月14日、ホワイトデーに、うん、まあ、発表されてるやつなんですけれども、ね、まず10位いや興味ねごめんなさいね、広瀬すず。うわー、ということで広瀬すずさん、おめでとうございます。昨年圏外ということで。あ、そうなんだ。なんですけれども、昨年圏外ってこと、2019年広瀬すずはどうだったんだろうね。全然ってこと。もう人気者じゃないですか。オリコンニュースさんの、まあ、調べです、あくまで。あ、はい、はい、ということで。いや、一番でかいじゃないの。一応選ばれた理由ですね、はい、こっちも元気になりそう、福岡県の10代の方。何、こっちって 何見てるこっちも。ああ、あそこってこと、ね。違いますよとにかく可愛いから、うん、神奈川県20代。いや、もうクソみてえな理由じゃん。非常に可愛くて好きだから、愛知県20代ということで。いや、ひどい理由ですね。理由がですね、うん、やっぱ可愛いっていうのが非常に、ポイントに、はい、なるほどね、文字通りチャームポイントになってるのかなっていうふうに、はい、思います。広瀬すずさんのお姉さんかな、広瀬アリスさん。あ、はいはい、僕実は一度あのスタジオで見たことあるんですよ、共演。ああ、共演だね、見たかだけでしょ。クリームシチューさんのお笑いマニア王っていう番組で、はい、僕は原っぱを走ってなんかクイズとか答える番組があったんだけども、はいはい、そこに参加したグランドチャンピオン大会みたいなやつで、うん、僕はそのガヤの方に入りまして、はいはい、広瀬アリスさんを生で見るという。はい、ああ、どうでした？もうね、あ、こうテレビってこうやって作ってるんだなって、普通になんかプロの現場を。はいはいはい、目の当たりにしました。とにかく上田晋也さんの回し、広瀬アリスさんの美醜の話を俺上田晋也さんの聞いてんだよ回し、はい、非常にすごいですよ。いや、皆さん思ってる以上に。いやいや、だからあとキリンの川島さん、はい、このちらもね、相当な。お前一つことも答えてないな、実力者。質問に一個も答えてねえな、ずっと喋ってるけど。広瀬アリスさんは広瀬すずさんのお姉さんか妹、どっちかなはずです。いや、姉さんだろ。9位、はい、田中みな実、初、おめでとうございます。あー、ここに来てね。まあ、写真集すごい売れてみたいですからね。うん、ね、西川綾子さんが今もうキーキって言ってるんじゃないですかね。あ、そうですか、うん、西川綾子とか。いや、田中みな実、あ、そうか。いや、サンデー、サンジャポのね、いそう、まさか。でも田中みな実ってさ、リアルで言うとさ、佐藤珠緒のとこだったんじゃない。あ、かもね。あざとい女性かもね、うん、あ、かもかも。ということでね、東京都30代の人が、うん、あざとい女性が好き、うん、さらに愛知県50代の方、うん、見ていると愛で包んであげたくなる魅力があるということで。ああ、ちょっとあれですね、可愛いだけではないという。そう、ちょっと愛知県の50代のリアルな感想が、うん、そう、載ってますね、あるということで。本当に言ってんのそれ。ねえ、はい、田中みな実さん、アナウンサーですよね。もう今フリーかな、うん、もっとね、TBS のね、 TBS のだからサンデージャポンやってたでしょ。ああ、青木アナの次でしょ。なるほどね、青木優子さんね、矢部さんの、うん、あの奥さんのの後でしょ。やっぱね、僕ら世代はね、やっぱ、うん、田中真由美ですね、声優は。いや、うん、クリリン。いや、もうみんなね、今子供も田中真由美してるからね、うん、クリリンと、うん、ヤジロベ。いや、いや、ルフィね。ルフィ、お前ヤジロベもそうよ。そうヤジロベもそうよ。結構二役やることある。 あとキリマルとかな、乱太郎の有名なところで言ったらね、はいはいはい、忍たま乱太郎ね、忍者のやつでしょ。そうそうそう、はいはいはい、ねえ、そうだ。さあ、続いていきましょう。はい、8位、はい、深田恭子、昨年2位からランクダウン。深田恭子さんずっと入ってんだね。そう、へえ、まあ綺麗ですかね。神奈川県50代の方はセクシーだからということでね。なるほど、ね、結構ここに来て50代の意見もだいぶ増えてきてますけども。はいはいはい、深田恭子さんはちょっとこのオリコンニュースさんの写真ではこうラムちゃんのコスプレをした時の、あー、CM ですね。そうです、あの頭の方から角が2つ生えてます。はい、はいはい、まあ、これを見てね、あの高木ブーの数珠の大きさを思い出す人もいるのかな。雷様でというね、数珠ね、あのやっぱあの首から下がってる数珠は気になったでしょ。ねえ、あれはでもな、結構ね、やっぱタピオカブームなんかもありましたから、まあね、タピオカのファン層も見たんじゃないかなっていう、ね、そういう感じもしますが。はい、そして6位、はい、浜辺美波さん、初ということで。誰？まあ、僕もね、実は存じ上げないんですけれども。浜辺？でもね、浜で浜辺のウルフさんしか知らない。浜辺のウルフさん、グレープカンパニーの元極悪連合の大阪から出てきた嫁がロリータ族。誰が分かんだよ。浜辺のウルフさんしか知らねえだろ、俺ら浜辺って聞いて。浜辺のウルフさんね、
青いカーディガンが舞台衣装で、うん、あの何なんですかその地味なブルーの衣装はって言われた時に、うん、アホスカイブルーやって返すあの常に大喜利で返す男で面白いですよ。お子さん見たことありますからね。あ、そうですか。あのロリータ族さんと3人でね、うん、あの V スタっていうライブの、はいはい、ライブハウスね、ライブハウスの、うん、の入り口のことであったわけです。あんな空気悪いところに子供持ってきただいぶ前なんじゃない、去年ぐらいの話、今綺麗だから V スタもね、ロリータ族のロリータ族を見たんですね、あなた。あ、見ました ね、 あ、はいはい、ね、かわいらしい子供でしたよ、ね、6位が浜辺のウルフさんということで、はい、そして5位、はい、浜辺のウルフでいいよまあいいよ、浜辺のウルフさん6位です。5位、本田翼さん。あ、本田翼さん ね、 ね、本田翼さんね、やっぱり、まあ、ゲーム実況とかでね、そうですよ、 YouTuber としてかなり成功もしてますけれども、ね、はいはい、まあ本田翼さんはね、はい、最初出てきた時はやっぱりみんなが言いましたね、はいはい、モデルですね、はい、モデルか、うん、なんかあの時みんな言ったでしょ、本田翼、本田翼バッサーって言うんだよね、あ、そうなの、あだ名、あ、そうなんだ、そうそう、真鍋かぼりがウォーリーだったみたいな感じですよ、かウォーリーだからウォーリーみたいなね、バッサーバッサーって言うんですよね、はい、ホンダのバイクっていう、まあ、YouTube チャンネルをやってるんですけれども、はい、ね、だから本田翼が出てきた時みんながポスターや雑誌の表紙釘付けになったのは、うん、これも有村架純の時とあの松浦亜矢以来ですね、僕の記憶でいくと。ああそうそう、ああこんな可愛い人いるんだって、ああ個人的に言いますよ、そういうこんなやついんのかみたいな、学生時代とか、学生、あ、うん、誰だろうな、はいはい、俺酒井若菜さんとかすげえ好きだったよ。酒井若菜さんね、そうそうそう、芸能界の水戸橋博士の娘さんね、そうそうそう、芸能界すぎる、うん、あとその当時だと椎名のり子、あ、ちょっと分かんないな僕は、あのアルペンの、はい、当時 CM で加藤春彦と一緒に出てた子、ああ可愛かった、ちょっと前歯大きい子でね、そうですか、だったと思うな、へえ、まあ好きだったな、なるほどね、はい、そして第4位、はいはい、ちょっと今僕思わず出しちゃったんですけど、第4位が有村架純さん、あ、有村、去年5位からランクアップ、はい、ということで、顔がな、あれ、いや、めちゃくちゃ可愛いですよ、この方は、いや、俺、いや、うん、ちょっと、いろいろ混ざってる、あ、なるほどね、いろいろ混ざってる、はいはいはい、うん、今、いろいろ混ざってる、有村コンとか、あ、そうそう、有村コン有村コンさんの有村コン最近見ねえな有村コンさんは最後、俺何で見たかなあのね、丸岡、え、何だっけ、ワイドなショーで、うん、多分、アカデミー賞の予想で、ワイドなショー出てたんだ、出てますよ、アカデミー賞の予想で出たと思います、ね、はい、ワイドなショーにウーマンの村本さんが出てたなんてこともありました ね、 ね、まあまあまあ、またいつか見れるんですかね、またいつかね、うん、はい、じゃあ有村架純さんの選考理由としては、うん、人の悪口を言わなそうで朗らかで一緒にいて安らぎそう、神奈川県50代、確かに基本映画褒めるもんね、有村コンじゃねえ有村コンじゃねえ、いや類似点あるから50代の神奈川県男性そんなことに入れねえだろうか、ね、確かにバカ野郎、はいはい、ねえ有村コンさん、うん、ちょっと顔細い、そうそう、有村コンのコンは昆布のコンっていうね、そうね大村コンと一緒、大村コン、ね、お笑いファンの人に一つ言わせて、何、あの、うん、去年 M1 の準決勝行ったクラゲっていう吉本のコンビのツッコミの人に似てますお笑いファンの人、あ、ちょっと似てる、有村コンさん、有村コンと古内を足した、うん、足した感じじゃね、割った感じじゃねか、古くは影山民雄に似てます確かにちょっと似てるかも、うん、似てます、うん、雰囲気似てるわ、はい、第3位、はい、うん、吉岡里帆、あ、吉岡里帆かわいいな、あ、俺は逆に吉岡里帆は、うん、あのさっきの林くんの有村架純状態、顔が一瞬やっぱ吉岡美穂が来た、俺は、あ、吉岡里帆がかわいい、ああ、あのドラマとか一切見たことないけど、そうかそうか、俺らあんまドラマ見ないからね、たまたま、うん、なんだろう、あれかな、さんま御殿がなんかザッピングした時にいた時、うん、あ、この人かわいいなって思った感じかな、はいはい、吉岡美穂でいうと、うん、M12002 で、増田岡田の増田さんがちょっとズラの芸能人をいじってるくだりで、うん、今すぐ撮って美穂っていう、ああ、ね、吉岡美穂がアデランスの CM だった、ああ、あったな、あったあったあった、はい、そうかそうかそうか、ちなみに吉岡美穂さんの選考理由、猫好きという共通点があり一緒にいて落ち着けそう、いや、だったらだったら大概の女の子でいいじゃん、北海道50代、おい、ふざけんなよ、なんだっていいじゃねえかよ、ちゃんとリアルに考えてるんですね、猫が好きだったらペットショップの女でいいじゃねえか、そうね、うん、第2位、うん、綾瀬はるか、あ、綾瀬はるかさんね、若すぎず、うん、ひねくれ者でもない、うん、いい感じの年格好、あ、はいはいはい、兵庫県50代、
ね、50代にしか聞いてねえじゃん50代にしか聞いてねえでも、いやいや、あの、いろいろある中で50代も。オリコンってもっと若い子の最前線じゃないの？違います。オリコンは僕らが見てたヘイヘイヘイミュージックチャンプとか歌番とかあの時の世代です。だから若い世代がないの、こういうのって。違うの？綾瀬はるかさん。1位はあれじゃないですか。あ、いいですよ。1位俺分かりますよ、もう。じゃあ1位、デロリアン予想で発表する。1位は誰ですか？リアルに行きますよ。はい。もうガッキーでしょ。おー！そうでしょ。新垣隆さん、外れ。新垣結衣。そう、新垣さん。1位は新垣結衣さん。新垣隆なわけねえよ。なんで新垣。1位は新垣結衣さんですね。新垣隆を1位に持ってくるのは佐村浩一さんだけだろ、お前。ねえ、佐村浩一さんね。東京都30代の意見、こんな意見あります。はい。清楚全開だから。ねえ、そんな4文字以降を作ってくれた30代の人にもありがとう。いや、俺ね、ガッキーがすごいなと思うのは、はい、大抵さ、その CM とかで、はい、こんぐらいの有名な人出てくるとね、はい、あ、ガッキーだで終わっちゃうのよ、はいはいはい、でもね、この時のガッキーがいいって言いたいばかりに、ね、俺 GMO って覚えちゃったの。あー、 GMO 証券覚えちゃったの。なるほどね、その CM のやってる会社覚えちゃった。そうそうそう、覚えるっていうね、ここですよ。なるほど、俺にとってね、ガッキーすごい。他の人出てても、ね、あ、まあ吉岡里帆さんは吉岡里帆さん、あとはで終わっちゃうのよ。あー、ここがね、素晴らしいですよ、ガッキーは。なるほど、もうね、印象に残りました。あの、冒険に行ってる感じのね、CM 可愛いんだよな。なるほど、ちょっと僕も調べ、勉強してみます。ちょっと勉強してみます。あれはね、はい、可愛いから。ということで、ほんと、一日キャンプしたいもんね。あの、以前ね、こちらのコメントの方で、はい、僕らがあの、本当に美味しいファミレスランキングトップ43っていうのを紹介したんですけど、はい、コメント欄ですね、うん、気になってるわけではないんだけど、うん、1位から発表したのはちょっと残念みたいな、気になってんじゃねえかよっていうやつがあったんで今回ちゃんと10位から全部発表させていただきました1位からでもいいよ別に、ね、逆に10位とかの方が誰よって話になってくる、ね、そっちが欲しいけどな。でも10位が広瀬すずなんだって意外もあるね。あー、あー、まあそれはそうだ ね、 そうね。あ、確かにそれはね、というね、はいはいはい、ことになっております。皆さんが可愛いと思う芸能人は誰ですか？ぜひハッシュタグゆるラジでやってみてください。あとギャル系のやつが意外と出てこないっていうのね。そうね、俺はあれよ、橋本里奈だっけ、あの黒ギャルの。あ、わかんない。それ黒ギャルのブラックダイヤモンドって言われてる。あ、知らない。あれ大好きですよあ、今黒ギャル最前線。あ、 AV の人？違う違う、黒ギャルのなんか 日が焼けててすごい綺麗な人。あ、わかんないですよ。へ、確かにそこは入ってないですもんね。そこいうのとか出てこないんだな。ね、ユッキーナとかね。やっぱあれがバラエティ系じゃないんだな。あ、ドラマ系。ドラマ系だよね。そうね、どっちかというとね、うん、ドラマ、CM、映画だ。そうね。なるほどなるほど。まあそんな感じですかね。はいはい、といったところで、また明日お聞きなさってください。お願いします。